ではですね、時間いっぱいまであの質問コーナー行ってみよう。はい、お願いします。自分の将来が不安です。あ、これだね。はい、お願い。自分は特に何もできず、周りとの差を考えると このままでは就職できるのかと不安になります。自信がなくてネガティブになってしまいます。どうすればもっとポジティブに考えて行動していけるでしょうか。あ、なるほどね。あの、読むの詰まるときはゆっくり読めばいいよ。時間がないのは俺の都合だから、そっちはゆっくり読んでくれて構わない。で、この裏に貼ってくれたから俺もこうやって見るしかないんだけどさ。周りとの差を考えるとネガティブにポジティブに、まあ、これはあの俺いつもねネガティブの人に言ってるんだけど、あ、モナミン頑張れ、モナミン頑張れって出てるよ。いつもねこういう質問が来たら答えるのが、あのネガティブポジティブっていうのはね、まず一つは俺戦略問題だと思うんだ。その人が戦略としてネガティブに考えた方が自分が傷つかないと思い込んでるうちはネガティブなのはやめられないんだ。でポジティブなのは戦略じゃないんだ。これはね脳内麻薬物質なんだ。俺みたいにポジティブなやつはネガティブ酔っ払ってるからポジティブになるだけなのであって、ネガティブな人は冷静で考えるから傷つかないような対応をすると、それはネガティブになって当たり前なんだ。つまり冷静で頭が良ければ人間はネガティブになって本来当たり前なのに、世の中の人はみんな浮かれてて頭の中に変な麻薬物質が出やすくなっててポジティブな人がいると、ネガティブが普通だと考えてポジティブはちょっと変だと思っておいた方がいいよ。もう俺自身がポジティブな人間なので、どうしてもねネガティブな人の気持ちが分かんないってずっと言ってたんだけども、正確には分かんないじゃなくて、俺はあの脳内麻薬物質が出過ぎてるから、まともな人間の気持ちを忘れてしまった。そのまともな人間の気持ちがネガティブだということで、ポジティブが便利に見えるかも分かりませんけども、ネガティブな方が真面目な話だよ。俺本当に本気で言ってんだけども、人間として当たり前で普通で、それぐらい防衛的に振る舞った方が人に傷つけられなくて安全だと思うから、ネガティブで構わないと思います。ただし過剰なネガティブっていうのは、ネガティブさってね、多分塩梅の問題なんだよね。塩梅っていうのはさ、梅に塩と書いて塩梅って読むんだけども、酸っぱさとか塩っていうのは全て加減なんだ。だから辛いからダメとか塩入れちゃダメとかそういう問題じゃなくて、どれぐらい、一つまみ二つまみのどれぐらいかが分ポイントなんだよ。だからネガティブなのもネガティブがダメなんじゃなくて、さっきも言ったようにネガティブっていうのは当たり前なんだ。その時のネガティブの分量調整がすごく難しい。軽くネガティブぐらいが多分一番生きやすい。でポジティブなだけの人間は僕みたいに散々痛い目にあって懲りない人間だけがもうポジティブで生きていけるんだけどさ。なので分量調整だけ気をつけた方がいいよ。だから1日に3個以上考えないとかさ、そういう分量で考えてみてください。おい、次行こう。